どうも、スノーマンでーす。イエーイ、ございました。今回のテーマはメンバーが今年一番輝いて見えた瞬間です。素晴らしいテーマやね、はい、いいね。僕はじゃあ深澤くんですかね、はい、深澤くん、コンサート中の MC、彼輝いてました。ありがとうございます。はい、どうも、MC 中に輝いてた深澤達也です。よいしょ、はい、次が佐久間ということなんですけど、はい、いや、佐久間のはあんま思いつかないんでやめときます。いっぱいあんだろ。はい、メンバーの輝いた瞬間、まあちょっとこれ、まあ、全員に言えることなんですけど、なんだろうな、常にみんな輝いてるから、まあ一つって言われると全然決められないです。やかましいな。なんで入ってきたんだよ。どうも、佐久間大輔です。ちょっと下がったね、下がんなくて。あのね、やっぱこういろんなね、スノーマン、やっぱスノーマンって名前なんですけど、いろんなね、マンがいますけどもね。いろんなマンがいます、はい、そんな中で今回ね、あのベストビューティーマン、渡辺翔太くんの話だよね、やっぱね。ありがとうやっぱりね、こうやっぱ男性でこんだけのね、美意識を持っているって素敵だね。ありがとうございます、はい、ぜひみんななんか知らないけど調べてみてみてください。なんか知らないけど、最後なんか雑になったから。いい、嬉しいことだよね。はい、渡辺翔太です。今、はい、佐久間くんが言ってくれたんですけど、僕は違う人を選びます。ありがとうございます。やっぱね、目黒蓮だね。あー、まあ、いや、ドラマね、ドラマや映画はもちろんだけど、はい、あのね、一個ね、あんのよ。なんだよ、この M ステのこのコメント取るときに、メメっていつももみあげになんかピンしてんのよ。あ、してるしてるしてる。それがね、やっぱめちゃくちゃ輝いてんのよ。あ、いいね、ピンが輝いてるの。それが今日はどうなのかっていうところなの。さすがにもうないよ。ないんじゃない。さすがにない。これもう振ってるからね。振ってるからね。振ってるからね。左が無理だよ、それは。してます。してるな。カメラ回ってよ。輝いてるね。輝いてます。どうかしてるもん。毎回してるもんな。黒じゃない方が良かった。ちょっと分かりづらい。ピンクとかの方がいいな。あ、黒なの？ピン。でもいいよ、いいよ。いい。でもあ、ピン黒なの？いいギャップだよ。いや、いいよ。いや、まあ、じゃあ僕はラウール君ですか。ラウール君はあれじゃないですか、やっぱ、いるだけでやっぱ存在がもう輝いてたかなと。わかるよ、可愛いもん、あいつ、うん、素晴らしいね。もう立ってるだけで、それだけで絵になる、どんどん素晴らしくなってる。もう常に輝きを放ってたラウール君だと思います。可愛い、素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ、失礼します。ラウールに伝わるといいな、この気持ち。さあ、こんにちは。来た。じゃあ、お、本当に誰でもいいんだよ。もちろん、いいよ。こんにちは。こんにちは。したら、輝いてた瞬間は、はい、ちょっと待って、マジで考えよう。教えて。ラウルはあと6分あるから。お前考えてから。いや、マジで考えていい。大丈夫、意外とラウルならそこで考える時間あったよね。でもいや、でもね、考えてる顔かわいいから。ほんとにマジで考えていい。ラウル考えていい。ガールなの。かわいいな。これによってガールよ。かわいい。ほんとにマジで考えて。あ、考えて。やばい。もしかして。でも、なる。それで、メメが今言ってたこの状況が持っちゃってる。かわいいもん。ああ、ありがとうね。もうスノーマンのみんなキラキラ輝いてる1年でした。じゃあねー。まだおる、まだおる。まだ3人おんねん。全然待ってます。あと3人おんねん。またおんねん。はい、阿部です。阿部ちゃん、輝いてた瞬間、今年も向井くんがたくさん流行に。いや、マジで言おうとしてた。マジ？マジで一緒だよね。でもこれだよ。取り直し、取り直しや。いや、まあ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 、そう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 。ほら、みんな阿部ちゃんが喋ってる。まあ、もみあげ手裏剣とか動脈ピースとかありましたよね。それがすごい流行ってて、まあそれを流行らせたのが向井くんというところがすごかったですね。いや、皆さんのおかげですよ。来年流行らせたいのもあるんだよね。あります。阿部ちゃん、やってあげてよ。オッケーか。オッケーか。はい。ありがとう。ありがとうね。メンバーがやってくれることが嬉しいんですよ、私は。横から出てもオッケーか。向井浩二です。さあ、いや、もう浩二の顔よりもその胸元のお花にしか目がいかない。どうも、オレンジです。オレンジフラワーですけども。すごい、インナースパイダーマンみたい。おい、言うなよ。俺がスパイダーマンってことを僕言います。ライブが最近終わりまし…なんで笑ってるんですか。集中してください。絡まないでください、はい、ライブが最近終わったんですけど、ライブの、後半戦行く前に曲振りするじゃないですか。はい、カメラを見て言ってください。あ、ごめん。その時に伊達さんが曲振りするんですけど、その時にね、伊達様ワールドっていうのがありまして、もう5分ぐらいね、黙ってる時間があるんですよ、はい、あれが僕はもうライブを通して一番好きな時間やったんで、あれを拍手です、本当に。
ダテさん、楽しい時間をありがとうございました。じゃあ、最後です。よろしくお願いします。アップになってる、アップになってる。輝いてるね。うん、輝いてるよ。未だ何も喋らず。未だかつているこれ。見てる人早送りとかダメですからね。これもうすぐ喋るからみんな。バカね。何を言うかね。何も言わんのかい。まだ言わんのかい。宮舘涼太です。名前名前こんだけ黙って名前まだ自己紹介してなかったか。あ、まだやった、確かに。まだやっと名前、この名前で輝いています。よいしょ。みんな集合だって。ちょっと待ってください。そのこの名前で輝いています。呼ばれてる。言われてるよ。じゃあ最後引いていただきまして、最後集合パターン、はい、あ、なんか新しいですね。新しい。はい、ありがとうね。見えてる、みんな見えてますね。そうなんだよ、はい、というわけでこの後、はい、Mステスーパーライブぜひ見てください。よろしくお願いします。編集よろしく。Mステ